2000年に完成させた、生誕の門、他を閲郎は、日本の彫刻家。スペイン、バルセロナのサグラダ・ファミリア主任彫刻家。福岡県福岡市出身、京都市立芸術大学美術学部彫刻家卒業。福岡県立福岡高等学校、京都市立芸術大学美術学部彫刻家を卒業。中学校、高校定時制の非常勤講師を経て、 1978年スペインバルセロナに、ワタリアントニガウディの建築、サグラダ・ファミリアの彫刻に携わり、2013年からは、サグラダ・ファミリア主任彫刻家に任命され、ガウディの残した設計図からサグラダ・ファミリアに組み込まれる彫刻などの装飾を総監督している。サグラダ・ファミリアの彫刻に携わった当初から、スペイン国内での強烈な人種差別的批判や、 バッシングがされたが、残された平面的設計図から完璧に完成させる。その圧倒的な技術力で、差別的な攻撃は減っていき、主任長王国下就任後も、世界中から集められた技術者たちをまとめ上げ、全体像から配置箇所を判断する能力には、世界から集まった同業者たちも感服しており、現在では多くのスペイン国民が彼の偉大さを認めている。妻は、 ピアニストのひいしひさこ。2012年1月17日放送の徹子の部屋に、夫婦で出演など、国内外で受賞多数。なぜサグラダ・ファミリアは、日本人の他を越郎に石を掘らせるのかなぜサグラダ・ファミリアは、日本人の他を越郎に石を掘らせるのか人間力、仕事力を高めるウェブチ,チ,チ出版社むしろ。 スペインを代表する建築家による未完作品の西洋的装飾をスペイン人ではなくましてや人種や文化も全く異なる日本人が監督するのであるから批判が生まれるのは至極当然のことであった。世界で活躍し日本を発信する日本人プロジェクト内閣府国家戦略室オリジナルの2013年1月5日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 0 1 0 5 1 0 5 5 1 2 h t t p w w w n p u g o j p p o l i c y p o l i c y 09/pda スラッシュ20120918スラッシュ 20120918.pdf2013 年1月21日閲覧鉄子の部屋、彫刻家、他を閲郎氏によるサグラダファミリア協会生誕の門、完成記念記行令は2年度文化庁長官、表彰名簿。ありがとうございます。